やめるなら始まってたのな、たくさん食べてたのな。あむ。聞こえていますでしょうか。おおお。本日は皆様お集まりいただき誠にありがとうございますなのら。本日は緊急記者会見といたしまして、山森亮奈の重大な発表をさせていただくのら。あ、フラッシュちょっと激しすぎるの、やめてほしいのら。皆さん今日ルーナが何を発表するかお分かりでしょうか。今とってもハッピーな BGM が流れてはいますけれども、みんな多分この中のどれかだろうなと思ってルーナ思っているのだよ。まず1、ルーナがなんと新ナノラとして映画デビュー。これはものすごいことなのだね。2、CD のメジャーデビュー。歌全然やってないけどデビューしちゃうっていう。3、ある芸能人とコラボレーション。まあやべえもの。4、まあ多分一番多いんじゃないかとルーナは思っているのだけれども、まつりちゃん先輩と結婚。まつりちゃん先輩結婚しな、だって4番。やっぱ4番だよな。